カズネチャンネル始まるよ。はい、こんにちは、カズネです。本日は息子の冬休みの宿題を手伝いたいと思います。その宿題とはこちら、書き初めの準備をしました。3年生になって初めて書道の授業入りました。で、今年はね、ついに書き初め、長い話で書きます。こちらが本日書く文字、友達。これが今回の息子の課題になります。いきなりね、この長い話で書くのは難しいので、ね、練習でこういうものを使いたいと思います。こちらはお水で書く話って感じですね。乾けば何度でも使えるんですよ。なのでこれで1文字ずつ、友達みたいな感じで練習させてみようかなと思ってます。こっちはちょっと何も線が書いてないんですけど、実はよく見るとうっすら私が線を引いてあります。でこちらはもともと引いてあるタイプです。ちなみに今この紙セリアにもありました。私はもう持ってるから買ってこなかったんですけど、店舗によってはあるみたいなので、そういうのを使ってみるのもいかがでしょうか。多分ね、お子さんの宿題に困ってる方いらっしゃると思うので、ぜひご参考にしてください。はい、では息子くんに真剣にやってもらいたいと思います。ちなみにママ、書道はうるさいです。私一応これでも書段持ちなんです。自分が習ってきた通りに書いてみてください。はい、頑張りましょう。その3つのうちのどれか、友達の字を練習します。その紙目いっぱいに書いちゃっていいよ。そう、いいよ。お手本をしっかり見ながらね。はい、まず1回目ね。次違う字がいいな。まず1回ずつ書いてみる。はい、じゃあ次は地ね。はい、ありがとう。はい、お手本と比べましょう。どっちから自分で見てみて、このぐらいの字の違いがあります。お手本に近いですか？遠いですね。ではまず1文字ずつ練習しましょうかね。ここからね、この紙が乾くまで何もできないので、こっちはね、これね、3枚書いて休憩って感じでね、いきましょう。いい？たら上にちょっと上げて、こっちの方、ほら見て、ほら全然違うだろ。ここ分かった？この止めがね、このここだけでも全然違うの。止め、跳ね、払い、はっきりさせるね、これがすごく大事。三角止めって言うんだよこれ。ではママと一緒に書きます。いきます。押さえる。そしたらちょっと緩めながら、感覚は分かるでしょ。押さえる。押さえたまま下がる。そう、待った？ここ分かった？ほらほらね、さっきのふんにゃーんって、あんたのへその曲がってるのにならないよ。はい、行きます。ストップ。でもう一回押し直してくるから。何、へその曲がったんだよ。笑いのつぼに入っちゃった余計なこと言ったから。よいしょ。あー、緩めたな。まあいいや、いいよ。わかった。そこはね、感覚的に難しいんで仕方ない。ね、押さえのところ分かった？こことここは無理して言わないね。そういうことです。一旦トモは終わりにしましょう。だ、トップ。はい、オッケー。うまい。いいよ。そんなぐらいの気持ち、ほんのちょっとでいいね。なるべく上から、ね、トップ。押す。ついて書いて。そう、点々で崩れちゃう時もある。縦が太くなっちゃった理由は、筆を寝かせすぎ、筆の置く位置を間違えたの。いい？ここは OK。
この太さにしたいんだったら最初からこの太さでも置かなきゃダメだ。このままこうやって最後必ず止めること。3回押すぐらいの気持ちでいると綺麗になるね。でこっからこうやって必ず最後押さえるとこ押さえる。分かった？全然 OK。 全然違うでしょ。はい、また違う意味で気合を入れます。よく見てください。であとはまた少し変わります。ちょっと長かったけど筆の使いはうまい。大丈夫大丈夫。なんか首の長いキリンみたいになってる。キリンは首長いよ。キリンさんナッシー、首の長いナッシーにしときます。はい、アローラナッシー。アローラナッシーで、はい、ナッシーよ。ナッシーよじゃない。今こんな感じでペラッとなりました。ママに言わせればいろいろまだありますが、だいぶいいんじゃないでしょうか。書く当日ママいないね。明日まではやるけど何が悪かったか、そこが奇跡だよな。そうだも、なんかまっすぐじゃないね、縦棒。点々はもうちょっと落ち着いて描けなね。ちょ、オッケー。本はだからもっと上だよね。ちょっと今、押さえがないからちょっといけなかったけどね、オッケー。書き初め用の筆で書いてみましょう。一旦これはなし、隣に置いておきます。でも筆がそこにあるんだから気をつけなね。多分ね、太さが違うから全然書き方が変わると思う。状況が変わりますよ、だいぶ。日本版に近くなったよ。だからこそ今までの練習の成果を出さなきゃ。漢字が変わったから読めなくなったの、ね、こういう意味なの。後でまたやろうな。はい、これをこのまま次に行きます。いろいろあるけどまず書くことに集中しましょう。余計なことするからそうやってグニャグニャになる。どっから力が抜けて、うん、はい、そっと置いて、まだずらすんならずらして、そういいよ、自分の順番で構わない。気をつけな、いいよ。お、字はいいな。おお、うまいね。はい、まず書けました。はい、自分で反省点を出しましょう。点々があるってことはどうするか。ここ、残念、こっちに出せばよかったな。分かる？そういうところに出てくる。あとね、ちょっと太い、太い筆だから太くなりやすい。太くなりやすいからこそ加減して書かなかったらダメ。ママから言わせればここよりこっちを太く書け。このひょ、ひょろひょろ、これすっごいみっともない。筆が変わったら、急に変わったろ、うん、これが書き初めの筆の難しいところ。反省点自分で考えて、字が一番とにかくやっぱりうまい。字だけうまくても、残念だけどね、みんなね、縦で読む人って見る人、つまり上から見られます。だからここが下手だと下見られない。ね、そう、人ってそうなの。見る文字は目立つところから見る。字は全く問題ないので、上の2つがやっぱりいろいろ課題かな。同じ失敗を繰り返さないんだよ。こっちから書いて、ここぐらいまで。そういえば点々の位置がそこにできる。ね、そういうことも考える。Thank you.
難しい。分かってる。太ければ太い筆こそ難しい。ママだってそこまで書けん。血がちょっと長すぎたかな。右払いの難しさは仕方ないんだけど、もうちょっと太く書いていい。友達の友の右、他が太いだけでそこの細さがちょっと際立っちゃうね。話すとき気をつけな。こうやって話す。イメージわかる？え、こうやって毛先を残すように、こうやって根元の方から剥がすようにやるとこうはならない。まあそのやり方難しいんだけどね。ここに点を置くんだったらこうやって置いてもいいんだよ。今の短い文鎮だから何とでもなる。ちはちょっとさ、油断したね。あんなにうまかったけど長い。君はどうしても縦を長く描きすぎる傾向があるけど、ちょっとね、気持ち短くする。上より下が広い方がいい。もう一回だな。納得できないもんな。自分でいいなって思うやつ選んでください。はい、どれとどれ。まず1番、一番持ってくやつどれ。やっぱり1番これ。2はどれ。2、まあこれかな、うん、じゃあ2に名前の練習をします。それにした後一番いいやつに練習する。どう、はい、全部これか。そう、4はもう、あ、ちょっとごめん、髪が違うからダメね。うまく描けてたんだけどね。乾いてからにしよう、うん、ちょっと休憩。はい、文句言ってるだけだとね、親の実力はどうなのって言われそうなので書いてみました。真ん中が息子、右側がパパ、左側がママです。大体こんな感じ。あのさ、性格出るね。すっごいわかりやすい。びっくりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。